博志区議会議員、松沢義春区議会議員、坂場正武区議会議員でございます。大変にありがとうございます。自由民主党、公明党の連立で日本を前に進めてまいります。どうか皆様よろしくお願いを申し上げます。それでは皆様、大変にお待たせいたしました。自由民主党広報本部長、河野太郎前衆議院議員よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました自由民主党の河野太郎でございます。今日は次の総選挙で自由民主党と公明党の統一候補として立候補を予定をしております岡本三成さんのために今日は応援に参りました。大勢の皆様にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。先ほど岡本さんからもお話がありましたように、岡本さんには私が外務大臣の時に大臣政務官としてお支えをいただきました。そんな関係で岡本さんが立候補するんだったら、これはもう胃の一番に駆けつけなければいかん。衆議院が解散されて一番最初に応援に来たのがこの岡本三成さんでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様方のご協力をいただいて、おかげさまで日本のコロナワクチン接種が順調に進んでおります。先週も1日100万回近いペースで全国の接種が進みました。もう日本全体で見ても1回目の接種が終わったよという方が大体4分の3ぐらい、2回目の接種完了しましたという方が3分の2ぐらいになりました。アメリカやヨーロッパには2ヶ月遅れ3ヶ月遅れでスタートをしたんですけども、9月の末にはアメリカを接種率で追い抜きました。イギリス、ドイツにも肩を並べました。多分この今月末には G7 の中で接種率トップクラスになるんだろうと思います。本当に皆様のおかげでございます。改めて感謝申し上げたいと思っております。そして2回接種終われば感染率も随分下がってまいります。もう東京都内、驚くほど新規感染者減ってまいりました。これも皆様にしっかりとワクチンを打っていただいたそのおかげでございます。ここまで下がってくれば、いよいよ経済をどうやって動かしていくのか、そういう議論が始められるところまで来たんだと思います。しかしこのワクチン接種、そう簡単ではありませんでした。コロナが広がっているという緊急事態ではありましたけども、このワクチン接種は普段皆さんにはしかやインフルエンザの予防注射をやっている予防接種法という平時の法律に基づいて平時の体制でこの予防接種をやっていただきました。緊急事態なのに平時のやり方でやらなきゃいけないというのは、これは結構面倒くさいんです。予防接種法ですから、これは自治体の仕事だ、市区町村の仕事だということになってるんですけども、厚生労働省はもう箸の上げ下ろしまでああしろこうしろという通知を出したくてしょうがない。だからいろんな通知を毎日出そうとするんですけども、もうほとんど難しくて何語で書いてあるんだかよくわからん。だからまずそんな読んでわかんない通知を出すのはやめろというのが私の仕事でした。
とにかくワクチンの温度管理をちゃんとやってください。ロット番号をちゃんと管理してください。ワクチン接種したら接種記録システムに入力してください。この3つだけやってくれたら、あとはもう自治体の裁量で、自治体の創意工夫で、それで進めてください、もうそれで結構ですというのが私の仕事でしたし、だからこそいろんな自治体が創意工夫をし努力をし、ここまで接種スピードを上げてくれました。中にはもう厚労省の出した通知無視していいですと、好きにやってくださいと記者会見で言ったら、通知を無視していいという通知を出してくれっていう自治体もあって、いやいや、それじゃおかしいからと、そういうこともありました。日本には370万人が住んでいる横浜市もあれば、人口百数十万人という青ヶ島村まで、人口で比べたって1万倍以上違うような自治体があります。そこに全部同じやり方でやれというのは、これは無理があると思います。そうやって北区も豊島区ももう23区いろいろご努力をいただいて、ここまで来ることができました。お隣の豊島区は結構埼玉から出勤する方が帰りに池袋で予防注射やって家に帰る。だから豊島区に一生懸命ワクチン配るんだけども、豊島区のためのワクチンを埼玉から来る人が打っちゃうから、このままだと数が足らないと岡本さんがうるさく私に言う。で、調べてみたらその通りだ、これは大変というんで、さらにワクチンを出さなきゃいけない。そういうことで、もう岡本さんには本当にこと細かくワクチン接種の情報を集めていただいて、こと細かく集めた情報を毎日のようにうるさく私にインプットしていただいて、それで物事が進む、そこが大事なんだと思います。公明党あるいは自民党のこの都会議員区会議員の皆様には、本当に足で情報を稼いで、その情報を上げていただいて、そして次はこういうことをやんなきゃいけない、ここにまだ問題があるから、これにどう対応していくか、そういうことをやった8ヶ月9ヶ月でありました。本当にありがとうございます。岡本さんとは、私が外務大臣を拝命したときに外務大臣政務官になっていただいて、北アメリカ南アメリカ担当でもうしょっちゅう出張に行っていただきました。非常にフットワークも軽いし、語学も問題ないし、交渉もできる。外務大臣としてこんな便利な大臣政務官はいなかったもんですから。でもう一つ言うと、使っても使っても使いべりしない。結構南アメリカっていうのはですね、大変なんですね。昔安倍総理がリオへ行って、次は東京だっていう時に、こうマリオが地球をこう真ん中のトンネルを通ってマリオが向こうに出るっていうお芝居をやりましたけども、本当に地球の裏側なんです。だからブラジル行こうと思ったら、東京からメキシコシティまで飛んで、そこから南に下がるか、東京から西ドバイまで行って乗り換えて、そこから大西洋を渡っていくか、いろんな行き方があるんですけども、だいたい1日では行かない。そういう出張にとりあえず行って、だから1泊4日とかですね、そういう出張でも行ってもらったことがありますが、ケロッとしてます。そういう意味でスタミナもあるし、タフに英語で交渉ができる。それは本当にありがたいと思ってました。でアメリカ行って相当多くの友達を作った。だからこの岡本さんがこれからの日米の関係を考えるときに、電話で多分いろんな人に電話ができて、これこうなってるんだよっていう説明もできれば、お前のところどうなってるんだいっていうことを直接聞くこともできる。
そういう人間関係の積み上げが今の日米関係になっていて、おそらくこれから日米関係を背負っていくキーパーソンの一人として、いずれ岡本さんの名前が出てくることになると思います。それは人使いの荒い河野太郎が行けと言って何度も出張に行かした、で元気に行ってくれた、そのおかげであります。こういう人をぜひ地元から大切に育てていただきたいと思います。この日本の国を背負っていく、そして日米関係を背負っていく政治家の一人として、次世代のリーダー候補であるのは間違いありません。ぜひ自民党公明党皆さんの力を結集して、岡本光成をしっかりと国政に送り出していきたい。そしてこれだけ頑丈な人ですから、使い倒して、日本の国のために使い倒していきたいと思っております。今回の選挙の一つの争点は、日本を引き続き自由と民主主義の国にするのか、あるいは日本を自由や民主主義のない共産主義の国にしてしまうのか、それが問われる選挙です。私は1984年に当時共産主義だったポーランドに半年弱留学をしておりました。自由がない国、もう街は灰色です。なんとなくみんなドヨーンとしている、空気もドヨーンとしている、食べるもの毎日じゃがいもと酢漬けキャベツと赤かぶ、肉食べようと思ったら配給の切符を持って1時間並んでソーセージが買える、外氷点下でも私の住んでる寄宿舎にはお湯が出ない、だからシャンプーを必死に塗ったくって息止めて冷たい水で必死にそれを洗い流す、それを毎日やりました。一般の人はそういう暮らしをしているのに、共産党の幹部はアメリカのドルを持ってったら何でも買える、ドルショップで好きなものが買える、どこが平等なんだかよく分かりません。東ヨーロッパのそういう国々は最初から共産党の一党独裁だったわけでは決してないんです。最初は共産党が連立政権に入る、閣外協力をする、ちょっと共産党が入ってくるんです。しかし共産党はドアに靴の先を入れたら、それでもってドアこじ開けて入ってきて、家主叩き出してその家を乗っ取る、それを東ヨーロッパでやってきて、何十年もの間あの国民の皆さんは自由がない民主主義がないところで虐げられていた。全く今回の総選挙と同じ構図が東ヨーロッパで展開されていたんです。今や多くの選挙区で野党の議員は共産党の支援がなかったら選挙にならない、共産党の言うことを聞かなかったら共産党の候補者立てるよ、そう言われたら選挙にならないから共産党の言うことを聞かざるを得なくなります。自衛隊は合憲なのか違憲なのか、日米安保どうするのか、あるいは天皇制だってどうするのか、だん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 閣外協力と言っていた共産党が気づいたら政権を乗っ取って共産主義の自由や民主主義のない国になってしまう、その一歩を踏み出させるかどうかが問われているのが今回の総選挙です。この日本の国に自由や民主主義はない、そんな政権を作ってはなりません。ぜひ皆さんの力を結集して、日本を自由と民主主義、基本的人権と法の支配、これがきちんとある、そういう日本の国でこれからもいたいと思います。どうぞ皆さんのお力を自民党と公明党のこの連立政権に引き続きお与えをいただいて、日本の国の舵取りを自民党公明党の連立政権に任せていただきたい。そしてその中で
将来の若きリーダーとして岡本三成がしっかりと活躍できるように皆さんのお力をお借りしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。自由民主党広報本部長河野太郎前衆議院議員でございました。力強い応援のご挨拶大変にありがとうございました。本日衆議院が解散をされ19日公示31日投票で衆議院議員選挙が行われます。岡本三成自由民主党公明党の連立政権で日本をもっと前に進めてまいります。どうか皆様方のご支援を岡本三成に何卒よろしくお願いを申し上げます。以上をもちまして次期衆議院議員選挙東京第12選挙区自由民主党推薦公明党公認予定候補岡本三成前衆議院議員の街頭演説会を終わらせていただきます。最後までのご清聴大変にありがとうございました。